トネールは、フランス、ブルゴーニュ・フランシュコンテ地域圏、ヨンヌ県のコミューン。街を、ブルゴーニュ運河が横切る。また、以下の道路が交差する。県道965号線は、35km 西のオセールと 65km 北のトロワをつなぐ軸で、ある。県道905号線は、70km 北西のサンスと 125km 南東のディジョンとを結ぶ。 軸である。ローマ時代、トネールの地は、トルノデルムと呼ばれていた。ここは、ガリア系のリンゴネス族の要塞であり、ペイグス・トーナダーンシスの首都であった。パリとディジョンを結ぶ交差点となっているアルマンソン、川谷の中で、トネール伯領が創設された当時、フランス王は、ブルゴーニュ公国を我が物にせんと狙っていた。トネールの語源は、ケルト時代に遡るトーンである。これは、 無名の地元で信仰されていた神にちなんでいる。他に関連するのは要塞を意味するドゥローズである。この後は川のそばの地を意味するターに関連する。三つの解決策を一つにすることも可能である。トネールは10世紀半ばからトネール博の本拠地だった。それは広大なラングル市教区の生誕を担っていた。トネール博家の幾人からが教区の長となった。 百年戦争の第二期、トネール博は、ブルゴーニュ公妃の名誉ある娘であった。ジャン・ムコア公は、このことを口実に、トネール博との戦いに飛び込んだのである。両者の力は不均衡であったにもかかわらず、トネール博は、破滅を遅らせることができた。しかしこの戦いの代償は、絶望的なものだった。トネールは荒廃し、ブルゴーニュ公領となった。 1800年から1926年まで、トネールは、トネール軍の軍長所在地だった。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。